今日も少しコメントをいただこうと思ってます。前回のロシア民謡3曲ぐらいですね、ステンカラージに始まって、カチューシャとかそれとなんだトロイカとかね、そういったのをコメントいただきましたけど、今日はその続きということで、なんか思い当たる曲あるいはこの曲はっていうのがあればコメントをいただこうと思ってます。よろしくお願いします。沢口さんの懐かしきボルガね、それから柳と柳ですね、はい、それからあなたは知らぬからウグイシの墓を、それはね昨日歌ったのスリコ、スリコ、ジョージア、グルジアの、そうですね、はい、そういう曲をもっとたくさん出してほしいと思うんですけどね。やっぱ皆さん知らないんか、でそういう美しい曲はいつも残されて、もう かわいそうだと思います。そうですね、いつもこうリクエストのある曲からランクから言うとちょっと落ちますよね、はい、先ほどの柳にしてもね、なんか難しいかなという印象が、難しくていい曲ですよ、そうですよね、たまにみんなと一緒に歌うんですけどね、はい、さあ自分で歌えとか言っても 歌うことはちょっと無理なんですけど、はい、柳ね、はい、いわゆる歌集の中にちゃんと入ってますよね、スリコはね意外と皆さんジョージアに旅行した関係もあって、歌いますね。最近歌えるようになった、そうですね、歌うようになりました、そのくらいですかね。なんかもうちょっといろいろお話聞きたいんですけど、思い出さないですか、急に言われてから。そうだっけ、長友さん前もって頭にちょっと前もってねコメントを入れとってくださいって言ったけど、なかなか全然考えてないですねまあそれはそれでありがとうございます。ロシア民謡が弾けるね、はい、アコーディオニストがね、はい、もう少し出てきてほしいと思います。ああそうですね、はい、だから30何曲あれに40曲ぐらいか近く入ってますからね、はあ、あれ昨日もどうでしたかね、15、6曲ぐらいですかね実際に歌ったのはね、はあ、だから5テーブルあって、そして3巡した、そしてプラス 1、2曲歌ったぐらいですから、やっぱり半分も歌ってないですね。ロシア民謡歌って30曲ぐらい歌いたいね。そうですね、30曲というと歌うだけでも結構時間かかる。そうです、1つの曲はね大体ね、はい、3分半なんです。3分半でしょ、うん、3分半たらじゃあ3分、100分ぐらいじゃないですか、300って言ったら 100分っていうことはね、1時間40分ですよ、1時間40分で休憩入れるとまあ3時間かな、軽食のタイムもあるから、そんなところでしょうね、昨日は30分ちょっと、コロナのこういう時短の時期もあって、4時半で終わって、比較的休憩もそこそこ取りながらですね、意外とスムーズに時間調整はできたんじゃないかなと思ってます。これからもやっぱり終わりは4時半にしてほしいね、4時半の方がね、やっぱ5時までは長いです。3時間っていうのは結構長いのは長いですね、です、そうですね、これはまた飯田さんの方に相談してですね、やろうと思って、そうすると小泉さんも途中の回廊モードも出てこなくていいかなと思ってね、いつもあれで場の雰囲気を壊しますから小泉さんの、帰りますということで、それがねギリギリでちょうどいいかなということで、はい、最近は遠方の人が来なくなったんですね、シーダのおばちゃん、昔はそれから音楽方が恵比寿あたりからも来てました。そうですね、それから文字工も来てました、ね、今その人たちは全然来ない、シーダの方はですね、メールがあって、ご家族の中に医療関係ので勤めてる方がいるということで、そういうこともあってですね、皆さんにこのコロナの、そういった感染を何らかの形でその影響を与えてもいけないし、また逆に自分が持ち帰ってもいけないという、そういう意味で非常にこう警戒されて注意されてるみたいで、で当分の間遠慮しときますということなんですよ。シーダは例の串田神社って、この梅の有名なとこがある、梅の花のね、その梅の花のさ、この去年はその梅の花の話をその女性からしてもらったんですよね、だけど去年の今頃はよく来てたんです。そうですね、1年前はね、毎月ね休まずに来てました。そうですね、そうですね、
あのいつもあの森田さんがハウス24の時は森田さんが座る席に大体同席されていましたよね、でコロナの影響でね、去年の、まあ2月3月以降ですね、あのもう足が途絶えたっていう、そんな感じになってますね。まあ、森田さん今来られてます。退職されたんです、うん、今前はあの、ね、仕事の関係で休みだったけど、はい、今はそれがない、今ないです。今はね、うん、あのここ数回は全部あの出席です。森田さん楽しみにされてます、うん、あの森田さん用にね、あの焼酎を準備してるんですよ、森田さんが焼酎がお好きだからですね、いうことです、じゃあ今日はありがとうございます。どうも、はい、また次回、今度はあのちゃんと頭に入れとってくださいね。よろしくお願いします。はい。